6時間半ぐらいのフライトで結構ね体が痛い。前回台湾行った時は3時間ちょっとだったんで割とすぐ寝てね、ちょうどいい睡眠時間だったんですけど、今回はね9時間半まあがっつりフルで寝れたっていうわけでもなくて、だいたい映画2本見てご飯食べてそこからちょっと寝た感じなので、まあ5時間ぐらいの睡眠だったんですけど、体が痛うてしゃあないのよマジで。ほんと立ってこう体伸ばした時最高でしたね。ということで今もう出口に向かってるんですけど、まあ多分ね僕の仲間が待っててくれてるんで、はい、楽しみですね。じゃあ行ってきます。今全くロス感ないけど、ただここ今もうロスです。はい、じゃあ行ってきます。毎回思うけどさ、自分のカバンがさ来るのすごい遅いよね。いつも思うけど、他の人のカバン結構早く来るんですよ。自分のカバンね割と後の方まで来ないんですよ。大体そういうパターン、今回もそういうパターンな気がする。なんでみんなその早く来るの。動画でございます。これあの YouTube 載せても平気ですか？ただそのいつやるかっていうのはもう来年もスタイルバレるし、はい、もう今回したんで、はい、その通りです。で先生一の撮影できました。初ロス楽しみます。お願いします。超テンション上がる。超テンション上がる。ノスカ初 LA 着いた感じ。なんかやっぱ来たことないんで、それだけでテンション上がっちゃいますよね。オーケー。いやいいね。もう楽しいことだらけだから。テンション上がってます。テンション上がってます。テンション上がってます。剃ります。あれ勇気伊沢許可を得てるんで、誰に許可を得てんだろそれ。勇気伊沢に許可を得てます。あ、僕か、はい、なるほど。とりあえずもう、あもう LA と言ったらもうそういうスタイルになっちゃう。なるほど、はい、あれ許可したっけな。えあれ勇気伊沢最終日坊主じゃない。えあれ最終日坊主ですか。どんどんあれどんどんなくなっていくスタイルですか。どんどん今回もういや、えぐいな。どんどんもうえぐいっすね。もうスタイリングもそういう感じって聞いてるんで、どん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 、はい、厚着から脱がしていって、はい、最後はあのマッパだから。あ、マッパっすか。えマッパッパマッパッパマッパッパあれおかしいな、このチームおかしい人だな。なんか着てる風のタトゥー、ね、言ったら着てる風のタトゥー言ったらあの変態集団なんでこの辺、はい、あ、なるほど。3人はなので、はい、ここに呼んだ理由も、はい、まあ、日本じゃできないことをちょっとやってみたいなっていうこともあるんですけど、まあ、ちょっとあの変態集団なんで。なるほど。日本じゃできない、はい、やっぱ勇気伊沢のシューティングが、はい、できるかなっていう。今まで見たことない伊沢くんは確実にお客さん見れるんで。いや違うんですよ、今まで確かに、はい、頭何真ん中バリカンで剃ったら、ね、誰も見たことない伊沢ですけど。ね、ないですよ。そういうことだよね。はい。結構とだ、ね。ないですけど、それ別にロス行ったからオッケーとかなんないんですよ僕。なんないかな。はい、なんないです。褒められてどうしたんだけど。そうなんだよね。え？ロス行ったらオッケーに。俺それで呼ばれたんだけど。今回は。それで呼ばれたんだ。
え、そういう呼ばれだったけど、俺が代表だからそうやってオファーしてたってこと？オファーされましたよ、ちゃんと。しかいないみたいな。それは言ってないから、嘘つき。嘘つきだ。嘘つき。やめろよ。やめろよ。嘘つかねえよ。歌舞伎嘘つかない。歌舞伎は嘘つかない。ですって。これからホテルにチェックインします。あれこれか、あ、もうここか。ここや、ここだ。早い。うおー、でかい。いいね、いいね、いいね。ビリヤードなんかもありますよ。いいね、いいね。いいね。これ誰か使ってるやん。はい、今からこのビリヤードで部屋決めします。え、ビリヤードしようすんの。はい、ビリヤードやるよ。なんで、あの、本当に僕負けたらあそこでいいです。お、それ出たな、出たな。はい、もうそれはもう勝負にしましょう。一番低いのソファ。はい、ということで、もうこれは男と男のガチバトルなんで、これガチだからマジで、はい、頑張りましょう。え、ビリヤード経験者は？でもあれはもう、俺もゲーセンでやるから。うわ、これマコさんちょっと有利なパターンだ。なんでマコさん、これはそうでしょ。マコさん有利だな、これ頑張ります。これで入れたら多分15点です。これをまっすぐ打てないな。これ入れたらもう15点ですよ、これ。それは。まっすぐ打ってる、打てないな。かっこよさ部門第1位ですか？かっこよさ部門第1位。